木造文字菩薩騎士像、高春以前は、鎌倉時代末期に活躍した、幸福寺大仏師。幸福寺の通称を、なんとというため、なんと大仏師とも称した。同世代の代表的な仏師で、2020年時点で4件の作品が重要文化財に指定されている。弟子、ひそに安なり。現存最古の作品は昭和4年の地蔵像で、 なんと大仏師北京の肩書きを名乗る。元王2年の南仏大師像では、なんと大仏師方言と称す。古代後天皇のご地蔵だった神、新言理宗新言宗の僧で、絵仏師でもある、門官房広島との結びつきが強かった。その作風は、奈良県奈良市の新言立宗般若寺本尊の木造文殊菩薩樹史像の作例については、仏教美術史屋の内田圭一によれば、 基本的には、鎌倉時代の絵画作例に、一般的な同業の文殊菩薩像をおおよそ忠実に立体化したものではないかという。その一方で、大きい小鼻と厚めの唇は、甲春、安成による独自の味付けになっており、内田は正気味良い仕上げが十分感じられると評している。また、被服学者の奥村薪子は、同作のもに、 霧金で施された朝野波門用を美しいと評し、銅作を含むこの時代の仏教美術が近世における朝野波門用流行の源流にあるのではないかと主張した。建武元年までには没していたと考えられている。幸福寺大仏師職は弟子で子息の安成が継いだ。本校の奈良仏師の幸福寺大仏師孔春と入れ替わるようにして喜び派の 当時大仏師講習になる仏師が京都で活躍するようになり、かつては同一人物が京都に移住して再活躍したのだとみなされていた。とはいえ、両者を同一人物とするには不自然な点も多く疑問視する声もあった。第一の疑問点として、奈良から京都に出てきた仏師が七条仏師の成形に突如選ばれるのが不可解である。第二の疑問点として、 人生の前半と人生の後半で作風が大きく、違う点も不審である。20世紀末、大阪府千住寺の千住観音立像の中から、昭平十二年、円文二年の木らしき牧書が発見され、そこに、古方言安都という一言があった。これを受け、1997年に、田辺三郎介が、おさらぎ氏、甲春、安成についてを発表し、 幸福時代仏師の幸春は県務元年頃にはすでに死没しており、当時大仏師の幸春と別人であることを主張した。別人説は前期の二つの問題点を解消するものであったことから他の研究者からの賛同を得られるようになった。以上の作品の材質はいずれも木造。ありがとうございます。